なるべく丸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 くつなげていきます。っていうことは、これをこうねじった感じでこう切っていく、つなげていくようなイメージですね。で全部つなげるんじゃなくてセミングでなんとなくつなげていきます。でどうするかというとちょっと難しいかもしれないんですけども、僕はこういう感じでつなげます。はい、こんにちは。札幌占い美容室の山橋の後藤です。今日は初めて新店舗の方から、動画を配信していきます。で今日のモデルさんが、最初カラーの、見本をこういう感じにしたいんですって感じでいただいたんですが、なんかすでにもカラーが入ってらっしゃるのと、その希望色が今の髪の毛を脱線すれば、まあそのイメージになりそうだったんで、まあちょっとそこはやめて自然に色を落としていただくような感じにしたい。でそれよりもですね、ちょっと癖が結構白目あります。なんか悩みあります。なんかこう普段やってて乾かした時とか、かわいいね。あとはこの量がちょっとあります。思ったのが、ちょっとここの量が、この耳後ろの量が結構癖で広がっちゃってるのかなっていうの と、あと前髪が伸ばしたいんですね。で、癖もあるとは思うんですけど、ちょっと前髪横って今分かれちゃってるんで、今日は前髪を伸ばすカットを、まあ、していきたいなと思うのと、フラットリートメントってうちでやってるトリートメントがありまして、キューティクルをこう綺麗に並べていくとか、ねじれを取っていくとか、通常のトリートメントだと現状の髪の毛髪の素質っていうのは変わらないんですけど、それをちょっといじっていくっていうような感じですね。でトリートメントしただけでもストーンってなるような感じに、ツヤツヤの髪にちょっとしたいと思います。あとカットですね。カットは前髪を長くするカットと、あと下はちょっと揃えるぐらいでいきたいと思うんで、もうちょっと夜がね遅いんで、大体多分通常美容室でやったら4時間半か5時間のメニューだと思うんですが、それを2時間ちょっとで僕はやります。はい、2時間半です。で今からやっていきたいと思いますね。はい、7時半、今7時半過ぎちゃってるんで、10時まで終わらせていきたいと、あ、違うか、8時半、2時間ですね。そこでカットまで、やっぱりスピードを重視して、まあ、早昔からやってますので、短い時間でお客さんに変化してもらうっていうのを体験していただきたいと思います。では、やっていきます。はい、でこの状態で今、トリートメント終わったんでリタッチ入ります。でリタッチなんですけど、結構ハイトーンなんで今回ブリッジ使わないでやりますから、で、2回ブリッジしてるところにつなげていくんですが、今回使うのは14のスローと、ブルーのみです。はい、でやり方としては、塗っていきます。はい、ではの量を貯めながら、なおかつ、リタッチを素早く時短で塗る方法っていうのがございます。それをちょっとやっていきますね。バックから塗ります。塗り方としてはこちらです。いつも色を使ってるんですけど、こちらに、これをつけていきます。縦につけます。横じゃなくて縦にこうつけていって、まあ、本来もかなり塗ってると思うんですけど、今ちょっと喋りながらやってるのでちょっと時間が遅いんですが、結構スピードで塗れます。ちょっと普段通りやります。でステムは絶対90度に持ってってください。でステム90度に持っていかないと、結構ムラになりやすいんで、この状態でやっていくってことですね。90度でプラスこれのメリットは実はありまして、メン
面で、溶けで塗ると面になるんですよね。で、面になるとどういうことかっていうと、伸びた時はもう面になるんですよ。なので、このジャンボコームで塗ることによって細かいスライシングじゃない、細かいウィービングが入るんですね。で、この溝に沿った、薬剤が溜まってくれるんで、縦にですね、つくとこ、たくさんつくとこ、そんなにつかないとこっていうのがこうミリ単位でなるんですね。なので、伸びてきた時が自然なんですよ、縦なので。で、横にやると、ハケでこう塗っちゃうと伸びてきた時がベターって伸びちゃうんで、はっきりしちゃう。あともう一個メリットがありまして、これで塗っていくことによって、綺麗にスピードで塗れるっていうのが一つと、あとは、ハイトーンのカラーでもこれは綺麗に塗れるってことですね。あともう一点はもう染みないっていうことですかね。通常ベタって塗っちゃうと結構染みてしまったり、ゼロテクでもやっぱりついちゃったりするんですけど、ハケの場合はこれだとまずそんなにつくことがないので、ステムさえ間違えなければ染みないですというのがメリット。あと伸びてきた時の次のつなぎが楽ですね。つなぎが面で塗ると本当に同じ面で塗っていかないとつながらないんですけど、これは結構楽なので、この辺に塗っていくんですけど、楽になってる分つなぎが結構甘いというか、つなぎやすいです。で、塗るのが超楽なので簡単ですね。なんで僕は最近これでやってるんですね。で、これ宿毛矯正とかの時もこれのやり方がいろいろあるんで、本当に時短を極めたい方はご連絡していただければいろいろ教えられるかなと思います。はい、ただ皆さんステムだけはね、気をつけてください。ステム間違えるとあまりいい結果が出ないので、で、今薬がたまると染まる速度も速くなるんで、通常40分ぐらい置かないとダメなカラーも、実際は同時進行してますから、トリートメントと。なのであまり時間は40分なんて行きたくないなっていうのが実際のところあるんで、上がってそれなりにつながったら流そうかなと思っています。なんで圧色系を選択してるんで、色の発色はスピードが速いので、置かなくても大丈夫かと思います。フラットリートメントが若干時間がちょっと押しちゃったんですけど、今でだいたい1時間半ですね、ここで。なので1時間半だから、ちょっと思ってるペースよりも若干遅いかなっていう感じですかね。カラーがスムーズにいってくれればいいんですけど、いかなかったらちょっとギリかなと。するような感じにして、コームワープっていうんですけど、このようにしてやっていただければ大丈夫です。で、例えば顔周りだけしっかり染めたい場合、ポイントがあって、これコームがあったら先っちょだけつけるんですね。こうやって、わかりますか？先っちょだけ多めにつけて顔周りとかを染める。全部やっちゃうとちょっとつけすぎちゃうので、こういう顔周り攻めるときは先っちょだけとか、矯正でよく使うんですけど、このような感じにしていくと均等に塗れます。あとはこう滑らす感じですかね。あと表面とかムラになりやすいんで、この辺をムラに絶対ならないように、
コームワークを使いながらこういう風に塗っていきます。でこうやってやっていくとまあ染みないですし、あとこの、つなぎ目のところが結構ねパンって明るくなりやすいんですけど、これでやれば綺麗に塗れます。綺麗に塗ろうとすると意外とそうなんなかったりとかしてきっちりなりすぎて次どうしようかな、その時はいいけどあと困るんですね。このぐらいの方が絶対いいんですよ。まあ、これも実はすごい方法があってコームの角度とかもいろいろあるんで違う動画でやりたいと思います。髪を伸ばしてやった、そんな切りたがりじゃない、なんかちょっと重いところとかは調整した方がいいと思います。ここは取れますけど、客席の人が髪伸ばしてると重みで、はい、癖があんまり出なくなる。ああそうですね、確かにそれもあります。確かに、こちらがこれブドウのカクテルなんですけど、お水とあと氷は黒松内のお水を、北海道の黒松内のお水を使ってて、氷も使ってるんですけど、こちら2回目ですけど、これはブドウのカクテルで黒松内のお水と黒松内の氷を使ってます。はい、でちょっとこれお試しいただいてもいいですか。混ぜないと飲めないんですよね、ファイヤーもかしのカクテルなんですが、グリグリ嫌いだったらすいません。あ、美味しいです。本当ですか？はい、ありがとうございます。え、結構いけますよね。そう、そうなんです。カルピスを使ってるんです。あ、そうそう、他にもいろいろな番号とかいろいろあるんで、そう、大人のカルピスを使いました。はい、でした。今フラットリートメントと、リタッチが終わった状態なんですけれども、これからカット入るんですが、とりあえずブラシとか一切使わないで実際どれだけ綺麗になったのかっていうのを嘘をなく動画で見ていただきたいんで、このまま、動画を撮りたいと思います。収まりました。ね、だいぶずっとありましたよ。結構違いませんか？で、やっぱりですね、このこれからカットしていくんですけど、少しカットラインでパサってなってしまうところとかがあるんで、これからカットにめっちゃ変わると思うんですよね。かなりサラサラになりましたね。ちょっと触ってみてください。すごい。ですよね。これ本当乾かしただけなので、テクニックもいらない感じです。で、カットしたらもっと艶っぽくなるんで、今まず長さがちょっと違う部分で修正していきますですね。大体これで2時間ぐらいで、ここまで来てます。リタッチと、フラットリートメントで大体2時間ぐらいですかね。はい、ちょっと続きをやっていきます。はい、ではカットを入ります。あまり長さを変えたくないということなので、今フラットリートメントでだいぶボリュームがダウンできたんですが、時が今ちょっと左右対称じゃないのと、長さのレングスが今左右が対称じゃない部分と、あと時かなんかによって少しこの中に
厚い層が残ってしまってるんで、その部分をちょっと取っていった方がいいかなと思います。で下のレングスを合わせます。そしたらバックに持っていって、バックのセクションをカットしていくんですけど、まあ、見せるまでもないので、バックセクションが自然に落ちる位置でカットします。ちょっと重さが欲しいですね。なので毛先重さが欲しいときはそのまま下に持っていって、ブラントでちょっと重さを足します。毛先は足し算で、中間は引き算という感じで作っていきますね。今使っているのはこれはショーバルタンを使ってます。ショーバルでカットしてます。なんか動画で見ても分かるんですけど、重さの位置、重さの厚みがやっぱここら辺すごいと思うんですけど、その辺をちょっと取っていかないとなって。あ、そうだ、前髪伸ばす方法だ、そういえば。前髪が長くなるカット方法を、前髪長くなるカット方法ですね。で、今、この状態だと、前髪、サイドって分かれてるんで、じゃあどうやったら長くなるのかっていうと、この量を増やすんですが、この量を増やしていくんですけれども、完全にバツって切っちゃうとすごい短いラインができちゃうんで、何気なくつなげます。で、その時に使うのが R2 セニングを使っていきます。ちょっと簡単なのやってみますね。で、サイドと前髪の分かれ目をなくすっていうのがこのポイントです。なんとなくつなげるっていうのがですね、伸びるまでなんとなくつなげていくんですね。で、前髪のこのエンドラインに対してここでつなげていくんですが、なるべく丸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 くつなげていきます。っていうことは、これをこうねじった感じでこう切っていく、つなげていくようなイメージなんですね。で、全部つなげるんじゃなくてセニングでなんとなくつなげていきます。で、どうするかっていうとちょっと難しいかもしれないんですけども、僕はこういう感じでつなげます。はい、終わりました。どうでしたか？どうでしたか？ちょっとボリュームカラーできたんですけど、本当はで、ボリュームがちょっとね、癖が気になったので、ボリュームはちょっとだいぶ落ちましたよね、この辺の膨らみとか。ということで、で、前髪も実際の前髪より長くなりましたね。カットで長くするように切ったので、前髪もちょっとサイドの毛を足すことによってダミーの前髪として長く早く伸ばせるっていうところですかね。なんといってもこの辺の重さを取ることによって本当にバランスが変わるので、それで今回はテイクセニングっていうのをちょっと使ってやっていきました。はい、ということで終わります。また見てください。どうも、バイバーイ。